JRY レーシング斉藤博文、そして2番グリッドスタート JRY レーシング足立勝、3番グリッドスタート JRY レーシング亀井亮、4番グリッドスタートはマットブルーのアルトです JRY レーシング岩橋健、5番グリッドスタートですモハク柴原翔吾、6番グリッドスタートはこちらは2クラスの車両になります白いアルトです JRY レーシング渡辺辰徳、36アルトのポールポジションオートクラスト日向茂美、オートクラスト&ヤッピーズ兵藤隆之、 JRY レーシング本田明人、オートクラスト石井直人、レッドテントブラックアウト今スタート、さあポールポジションスタート、斉藤博文がいいスタートを切っていきまして、その後ろこれは8号車ですかね、なかなかいいスタートで行ったのはこれ渡辺辰徳ですね。さあ四輪駆動を駆使してのスタートということになったかもしれません。1台オーバーテイクをしていくような形でスタートしていきました渡辺辰徳です。重量的にはトップ、そしてこれトップのマシンかなり攻めていきましたが、テールスライドをしながらこの1コーナーを抜けていきます。 S 字かな、 S 字を抜けていきました。さあ第1ヘアピンを抜けていきまして、第2ヘアピンに向かっていく集団という感覚と言ってもいいかもしれないですかね、どうでしょうか。さあトップス、いやでもね感覚的にはほぼね同じような感覚で通過をしていくようですね。斉藤博文の逃げ切りがなるかどうか、その後ろ足立勝がピタリと後ろにつけるようなそんな感じの感覚ではないんですが、もう少しという距離で今最終コーナーへと向かっていきます。さあ最終コーナーを抜けていきまして、さあこの 14% の上り勾配を上っていくターボのマシンにはもうね全然関係のないそんなところ、さあメインストレート5号車6号車の順番で通過をしていきます。さあ4番手争いが少し接近をしているようなそんな状況です。さあこれは8号車4号車ですから渡辺辰徳、そして岩橋健ですね。さあマットブルーのマシン岩橋健はこの四輪駆動の渡辺辰徳に対してちょっとねこう後ろを走るような形になってしまいまして、今第1ヘアピンのあたりでしょうか。さあここを立ち上がっているのはトップ集団ですね、失礼いたしました。さあ紺色のアルトはこれ足立勝のこの ARY レーシングのボスの、さあ足立勝が今2番手というところで、さあ前方の斉藤博文に対してプレッシャーを与えていきたいそんなところではありますが、なかなかこう感覚の方は縮まっていきません、逆に離されるような形。さあトップ2が戻ってまいりました。やはりね1周あたり戻ってくるのが早いですね、1分10秒ぐらいで戻ってまいります。さあ今1コーナーのバトルは渡辺辰徳そして岩橋健のバトルになります。ここはもうクラスが違いますのでね、直接的な対決ではございません。そして3クラスのバトルに関しましては総合6番手これ10号車ですか、そうですね、日向茂美のこの白い36アルト、これが総合6番手、そして3クラスのトップということで今走行しているその後ろにいるのが20号車もこれ3クラスですね、 ARY レーシング本田明人のこのシルバーのビビオということになっているようです。さあオートクラフト VS ARY レーシングというそういった総合6番手争い、3クラスのトップ争いということになります。その後ろにつけているのは11号車このブルメタの36アルト、オートクラフト&ヤッキーズの兵道ということになります。さあトップのマシーンもそろそろ戻ってきたか。さあ今ちょうどコントラインを通過をしていきます。斉藤はもうこれ後ろから足立勝がこう迫ってくるというのはあまりこう感じられないようなそんな感覚で通過をしていくようなそんな状況です。亀井亮はもう単独の走行ですね、ゼッケン1番。さあそしてここがバトルです。今1コーナーと向かっていくクラスは違うんですが、さあ渡辺辰徳4輪駆動のちょっと重たいアルトなんですが頑張っています。本当ね厳しいんだよねなんて話をしておりました。さあ1コーナーのあたりでは今オーバーテイクがありそうだが、これ兵道の後ろですね、20号車本田明人のビデオですね、本田明人のビデオがさあブルメタの36アルト兵道に対して
一旦その順位を明け渡す形になりましたが、さあ奪い返すというようなそんな感じです。第一ヘアピンと向かっていくんですが、まずはこれ兵道がポジションを守っているようなそんな状況です。そして赤いサンドクアルトがここに混ざってきているようなそんな感じですかね。石井直人がさあこの集団にこう混ざってきている今第二ヘアピンの立ち上がりです。さあメインストレートはこれ亀井亮のマシンですかね。さあそして今紺色、あここはもうトップか。さあ斉藤がトップ、そして足立が2番手、亀井亮が3番手、単独の通過になります。そして間もなく戻ってくるのが総合4番手争いですが、さあここは岩橋健が前に出たようです。さあなんかちょっと手を上げていったのが見受けられました渡辺辰典。さあ総合5番手の通過です。さあそして今これ兵道の36アルト、その後ろ赤い36アルトが石井直人ですね。なかなかこのビビオのペースが上がっていきません。スタート直後はなかなか良かったんですが、少しずつねペースが落ちてきているようなそんな印象があります。さあ20号車本田明人は今総合9番手。さあこうなってくるとこの3クラスのバトルに関しましては、オートクラフトのこの3台ということです。ジェットストリームアタックというねそんな感じでしょうか。さあ10号車11号車17号車の順番です。さあオートクラフトのボス日向茂美がさあこの三陸クラスでももちろんトップということになりまして、その後ろ兵道とそして石井直人と続いていきます。総合6番手7番手8番手、ここが3クラスのトップ争い、 HA 三陸クラスのトップ争いということにもなります。マシンのカラーリングも、ね、それぞれ違いますからね。白がトップ、そしてブルメタが2番手、そして赤い三陸アルトが3番手という形になります。さあ今、ね、クラクションを鳴らしながら通過をしていきましたが、何か起きたんでしょうかね。さあ日向茂美がその後ろ今1コーナーターンアウトをしていきました。もうね3クラスはもう変わらないかなという感じはいたしますが、これ日向茂美のペースが結構いいんですね。今のラップは1分14秒140というタイムで通過をしていきました。ゼッケン10番白の36アルト日向茂美です。その前方がですねゼッケン8番なので、これ2クラスですね、渡辺辰典となるんですが、渡辺辰典のベストタイムでいきますと、この日向茂美からですねコンマ2秒遅いタイムで通過をしていくという感じになっています。さあこれこのままね走行続いていくと日向茂美が総合5番手に上がるということもね十分考えられます。さあメインストレートはゼッケン4番総合4番手ですね、岩橋健です。その後ろ渡辺辰典と続いていきまして、今1コーナーのブレーキングがオートクラフトのボス日向茂美の白い三陸アルト、さあブルメタの三陸アルトは兵道です。さあそしてここ結構接近戦だね。さあシルバーのコペンがその中に混ざっていこうというそんな状況です。5番グリッドスタート柴原翔吾のこのコペンがさあペース少し戻ってきたようなそんな印象があります。総合ではこれ8番手争いということになりますね。タイム的にはこれ柴原のコペンが上回っていますね。ベストタイムは1分14秒857でした。さあ前方にいる2台のマシンは15秒台がベスト、このラップでも上回っていますね。さあ石井直人がちょっとね苦しい展開に変わっているそんなコース上です。さあ今ちょうど第2ヘアピンを通過をしていったそんなところになります。さあトップ3はすでに7周を終えて残り3周、さあ岩橋健、そして渡辺辰典、今そして兵道が日向ですね、日向茂美が通過をしていきました。さあ兵道もおそらくねブルメタの3カルト単独の通過になりますが、この後ですね、あここでホンダが上がりました。ホンダが前、ホンダのビビオが前に変わっています。赤い36アルト石井がその後ろ、そしてその後ろもう1台入りましたね。ダルグ水戸のマシンだ、ゼッケン12番佐久田光一の36アルト、佐久田光一のペースが少し上がってきているのかもしれません。前方のマシンのバトルにさあなんとかついていこうというようなそういった状況で今総合10番手。これ柴原のマシンは1クラスになりますので、まあ、直接の対決ということではありませんので、まあ、ここはねあまりこう無理に
こうバトルを仕掛ける必要はないのかもしれません。さあトップ3は8周を終えて残り2周です。なかなかねこのトップ3のマシンをこう紹介するような感じになっておりません。ごめんなさい、ちょっとね単独の走行になっている。さあそして渡辺辰徳、白のアルト4輪駆動です。トラクションをかけてというふうに言いたいんですが、デフがねノーマルデフということでそんなにね蹴り足良くないんですよという話をしておりました。さあその渡辺辰徳がちょっとペース戻ってきてるかもしれませんね。さあ前方のこのマットブルーの岩橋健のマシンを追いかける、そんな感じになります。一旦は前に出てはいたんですがポジションを明け渡す形になりまして、再びこのペースは戻ってきまして、その前の方にね近づいてきているというところです。さあ9周を終えてファイナルアップに入っていったゼッケン5番斉藤博文、このままもうねポールトゥービーンは目の前ということです。さあ今紺色のアルトが通過をしていきました。これが足立勝です。そしてその後ろ少し近づいてきましたがゼッケン1番亀井亮3番手。さあ次戻ってくるのが岩橋健、マットブルーのアルト。さあ今通過をしていくライトオン、そして今なんかこう手を上げていきながら渡辺辰徳が通過をしていきます。なんかあったのかもしれませんね。さあ今単独で上がってくるということで何台かね集団が通過をしていきますが、さあ斉藤博文が間もなく戻ってくる。そして今見事トップでチェッカーを受けていきました。東北660ターボ GP2021 第2戦斉藤博文のポールトゥーウィンです。そして次戻ってくるのが足立勝ですが、足立勝は今来るかな、今来ました、今チェッカーフラッグ、亀井亮もそのすぐ後ろまで迫ってまいりました。さあ続いてくるのは岩橋健のマシーンになるかと思いますが、まずはこの赤いコペン大芝大河です。そして岩橋健も今チェッカーフラッグ、渡辺辰徳も今手を振ってチェッカーフラッグを受けていきました。さあ日向茂美選手もチェッカーフラッグ3クラス、そして HA36 クラスのトップのチェッカーになります。さあ兵頭孝之選手も今チェッカーフラッグ、そしてここもなんとか本田選手のビビオがこの順位を守りきりましてチェッカーフラッグでした。この辺りのバトルはねずっと続いておりましたね。さあこれで全てチェッカーフラッグとなったようです。トップチェッカーは斉藤博文、ポールトゥービンということでファステストも刻んでいったようです。有限事項です。今日はね、コースレコードの本日は何よりもある。何のことがあるの